ハロー YouTube。 日本テレビホールディングスがスタジオジブリを買収ということについて、日本テレビホールディングスはスタジオジブリの 42.3% の株式を取得したと発表いたしました。通常子会社化するという意味で言うとね、 50% 以上の取得が必要になるんですけれども、取締役を過半数派遣しているとか、そういった実質支配基準というのがありまして、それを満たしているという状況で、スタジオジブリ子会社化、完全子会社化じゃなくて 42.3% 取得して実質子会社化したというニュースでございました。取得金額は明らかになっておりませんけれども、過去10年間、まあ、平均すると10億円以上の純利益が出ておりますので、 PR20 倍だとしても200億以上、プレミアムを乗っけるとですね、そうですね、300億とか400億とか、それぐらいのバリエーションはついたんじゃないかなと。実際 42.3% なので200億円いかないぐらいかな。でも3500億円の時価総額の日本テレビからすると、まあまあ高い買い物だったんじゃないかなというふうに思います。おそらくこれは現金での買収なんじゃないかなというふうに思っておりますが、実際にそのスタジオジブリの株主が具体的にどうなってるのかっていうのは全然公表されてないので分かっておりません。今回の買収、まあどちらかというとこう事業承継的な意味合いが強いというふうに言われております。宮崎駿監督、今度名誉会長になりますけれども、80歳、そして鈴木敏夫プロデューサー、今回代表取締役議長という役職に就かれますが、彼が75歳ということで、2人ともメインの経営メンバーが2人とも後期高齢者になるということで、事業承継的な意味合いも強いというふうに言われております。宮崎五郎さん、宮崎駿さんの息子さん、今回専務取締役についておりますが、彼一人に重責を負わせるのはなかなか難しいと。経営と IP の管理とか制作とか、ジブリ美術館の運営とか、いろいろあると思いますが、それを彼が承継できるにはちょっと荷が重いというようなこともありまして、まあ窮地というか、ほんと風の谷の直しか以来ですね、ずっとテレビ放映をやっていたりとか、魔女の宅急便以降でアニメの制作委員会にも出資をしている日本テレビに、鈴木敏夫プロデューサーが申し入れたというような形になっているということでございました。まあ今回の件で僕は大きく変わるとはあまり思ってなくてね、もともと徳間書店のアニメージュっていう雑誌がありまして、そちらの関係で鈴木敏夫さんと宮崎駿さんが一緒に仕事をすることになって、徳間書店の出資で作られたスタジオジブリ、その後徳間書店が経営まあ傾いてしまいまして、2005年ですかね、スタジオジブリ独立をしております。なのでもともと資本とか経営っていうのはいわゆる大企業、そちらの方がになっていて、クリエイターである宮崎駿さんを支え、そちらの方にクリエイティブに専念していくっていうような形は、まあ従前からそういう形だったので、今回日本テレビの傘下になるからどうのこうのって言ってる人たちいますけど、僕は全然関係ねえなっていうふうに思ってます。むしろ鈴木さんとか宮崎さんが好き勝手やれるように日本テレビに売ったんじゃねえかと。要は日本の大企業ってサラリーマン企業なんで、基本的に人間関係で動いていて、どっかこう強いオーナー、まあ徳間書店はそういう意味で言うと徳間さんっていうオーナーさんがご存命の頃に作られてるので、でも彼はもちろん亡くなられたんですけれども、そういった全然知らねえ、例えばわかんないけどディズニーとかね、外資系のファンドとか、そういったところに買われるとグリグリ経営にタッチされて、好きなもんも作れねえとか、金儲けに走られちゃうとか、わかんないけどアベンジャーズの中にジブリキャラクターが出てくるとか、わかんないけどなんかそういうことになってしまうのも嫌だなみたいなのが多分あったと思うんですよね。日本のサラリーマンだったら無茶やんねえだろうみたいな、多分そういった思いもあると思うので、僕的に言うとまあ収まるとこに収まっちゃったよね、つまんねえなぐらいな感じですね。なんかもっと面白い展開あるのになと思いました。だから逆に言うと無茶やらないんで、ジブリっていうのは結局そんなに、その本当はね、ものすごいポテンシャルがある IP なんですけど、だって今ネットフリックスでアメリカと日本以外は全世界配信されていて、全ての作品がネットフリックスで見れるんですけど、サブスクでめちゃくちゃ人気ですよ。あと例えば音楽を作ってた久石譲さんもめちゃくちゃ人気で、ジブリの作品を原作したミュージカルとかもめちゃくちゃロンドンで人気だったりとか、もうとにかく例えばディズニーみたいな国際的な IP を管理する会社が買うと、ものすごい面白い展開をしてくれると思う。まあだけど古参のオタクみたいな人たちは、そんなのはジブリの作品を汚すんじゃねえみたいなこと多分言い出すと思うんだけど、何言ってんだよっていう感じはする。そういう意味で言うと、日本テレビが買ったら無茶やらないんで面白くねえなっていうのが僕の見立てでございます。そんなになんか驚きの展開みたいなことは絶対起こんないだろうな、日本のサラリーマンそんなこと絶対しないよなっていう意味で、スタジオジブリは日本テレビに会社を売ったんだというふうに思いました。今回の M&A 多分そのような趣旨なんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。ということで今日はスタジオジブリの件に関して解説させていただきました。いってらっしゃい。